皆さんおはようございます、やすひろです。ボールレフですけどね、組んでみました。まあいい感じに仕上がったと思いますよ。そうね、若干リアを駆動気味にしてるんです。で、フロントはちょっと軽めにしてあります。そんなところですかね。そしてこれわかりますかね。これ、スタビライザーをつけてました。これフロントと、リアにもね、こういう風にスタビライザーを追加という形です。そして、タイヤがね、これはソフトを入っていました。で、これは15本スポークタイプのやつなんですけども、まあ、これでも車検が通るよということで、以前カーペット用に、作ったタイヤなんですけども、これが、使えるということで、この、ソフトをね、ちょっと使ってみたいと思います。それで、ちょっとこのタイヤがね、少し光ってるでしょ。昨日ねちょっとパラゴンを、塗って1日つけておいたんです。そうするとね、こいつこの タイヤにねパラゴンが染みついて、しばらくは抜けないよっていう状況でいいグリップになります。それでは、前後とも、ボールレフに変えた、フェザー MK2 のベストベンチテストしてみたいと思います。そうですね。それではフェザー MK2 のベンチテスト、どうでしょうかね。以前と比べると、このタイヤの回転がねスムーズ、回ってると思います。まあこれこうすると分かると思います。まあいかがでしたかね。まあ前後の、ボールデフが、入ったことで、ギアデフルの時よりも、重さがね、ギアデフルの時の重たかったんですよね。それを、ボールデフに変えて前後ともね、そうすることで重たいものを回すよりも、軽いものを回した方が駆動効率が上がるっていうのはまあ分かっているんですけども、まあそれをまあボルデフに変えてみたということで、こんな感じになりました。それだけどれぐらい軽量化できたかっていうと、実は 40g 軽量化しています。フロントのギアデフ、リアのギアデフをボルデフに変えることで 40g 軽量化されています。それでつまりこういう風に、駆動効率が上がったよっていうことで、まあこれでどれだけタイムが上がるのかなっていう感じはするんですけど、まあ僕がこの前走った時に、まあ一周が約30秒ぐらいかかっていましたんで、まあコースに慣れてなかったっていうのもあるんですけど、まあそこはなんとかしたい。まああと 1秒か2秒ぐらい早く走れたらいいのかなっていう感じですよね。そういうわけで今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。